はい、今日もラズと百姓天国ということで、本日はな、何日2020年の1月29です、ということで、今日はこれ、どこにおるかと言いますと、じゃじゃん、はい、スカラ農園さん、茨城の某のところに来ております。はい、ということでね、スカラ農園さんに昨日の夜ね、ライブコラボしましたけども、はい、ちなみに一点、皆さんこうやってね、塚原農園さんみたいにこうやって看板出したりする農家さんいらっしゃると思うんですけど、農家さんのところにね、こうやって直接いきなり来るとかっていうのは絶対にご法度ですからね、皆さんね、わかりますよね。人の職場に押しかけるね、絶対に農業関係においては私のところもそうですけどね、ご法度ですからね。場所が分かったとしても決して、ね、勝手に行っちゃいけないということでね、よろしくお願いしますよ。はい、私もこうやってね、塚原さん撮影させて、これを見てね、塚原さんと来たら私の面目丸つぶれでございますんでね、迷惑をかけないように一つよろしくお願いします。塚原農園さん来てるますよ、愛知からね、8時間ぐらいかけてね来てまして、ここはね出荷場のところで、今ね、ご夫婦、奥さんあずちゃんさんっていう、この人もチャンネル持ってる方でね、でお母さんとで3名ね、3人の方が作業されていてということで、今からね塚原さん農園さんが出荷されます。どうもおはようございます。おはようございます。お母さんと塚原さんとあずちゃんさんでね、本当に昨日は本当にね、ありがとうございます。本当にもう何でしょう、こんなにこういろんな形でね、こう手厚くもてなされて、いやいやいやという感じで。どうでしたか、茨城の方は。茨城ね、私も収納するときに、友達がいたので茨城いいよって言われてね、土浦あたりだったんですけど、はい、いいなと思ったんですよ。ただ畑とかすっごいじゃないですか、皆さんプロなので、当時まだ僕本当に素人だったんで、ちょっと圧倒されて、で結局そうライバルが多かったしっていうのもあったんでやめたんですけど、今思えば茨城良かったなと、こう改めてね来てね思いましたね。ようやく私も念願の、方に応援そんな言うありがとうございます。塚原さんとこはこれで毎日出荷されるんですよね。そうです、これ1回目、1日に何か2回、3回、今はちょっと少なくして2回、3回なんですけど。すごいね、だいたい普通1回じゃないですか。いやーね、もう皆さんすごいんですよ、この方は。とにかく10ヘクタール以上、ほとんど2人で作業されて、でお母さんも出荷手伝って、まあ農家のね鏡ですよ。うちの嫁なんか何にもしておりませんからね。そう、もうこんな感じでね、何にもしませんから。いや皆さん誤解されます。奥さんがいてもうあずちゃんさんに20代でお子さん3人育てて、これを手伝って自分で編集ね、番組を持って、まあしびれたよね。しびれまして、本当にね、昨日お会いして、まあ塚原さんがすごいのはもうすごいんだけど、あ、やっぱりこの最強ですよね。やっぱりすごいなと思いましたね。あっという間に今チャンネル登録1000人超えてるじゃないですか。はい、いやもう多分来年は多分ね20万はいくと思いますね。本当ですか。塚原さん今年多分100、150万ぐらいいって、そのうちなんかヒカキンさんと一緒に CM 出そうな感じでね、塚原さんが出てるって、そのうちテレビで見るような風にね。僕は脇役としてやる。いやすごいなと思って、本当に、もうありがとうございます。いや多分ね、昨日ほら一緒にライブ配信されたじゃないですか、はい、皆さん多分ね塚原さんに聞きたいこと山ほどある、こう2人の出会いとかね。このお二人はそもそも何で出会ったんでしたっけ。はい、私とお母さんが、はい、同じ仕事先で働いててケーキ屋さんなんですけど、あ、そこでもう最初お母さんなんですか。そうですね。はい、そこにアルバイトかなんかに来てですか。私が、はい、そうアルバイトしてたらお母さんが後から入ってきて、はい、で教えてるうちに仲良くなって、最初にお母さんと、ああそうだって すごい人ですよね。こんな今時こんな若くてこんなに根性入ってる人いないですよね。やっぱり農家さんのね、お母さんの見る目に間違いなかった。いや本当ですよ。目星つけといた。いやすごいですよ。それでなんとかこう嫁にと、いやお目が高い。
や、それは、あ、そうなんで、俺ね、ちょっとね、塚原さんこんな感じなので、はい、いきなりこう、おい、ちょっとこうってこうナンパするような感じに見えないじゃないですか。俺はそういうことある程度プロとしてやってきた経験ありますけど、はい、塚原さんがね、ちょっといいかなみたいな感じのノリでね、行くことないじゃないですか。だからどういうふうに声かけたのかなと思って、こっちからこっちのアプローチが見えなかったんですよね。やっぱお母さんがか。全てね、あ、はい、あ、そう、あ、それでね、今私全てのからくりがハラッと見えました。でもさ、はい、こちら奥さん美人さんで、あ、いやいや、まあまあまあ、ま、いやいや、私はね、結局そのいろんなイベント行ったり、例えば、まあ、変な話ですけど、僕のね、僕も農業ずっとやっていて、畑と家往復してるだけなんですけど、僕ずっとそういうことには困らないんですよ、変な話ですけど。あの、人気があったんですね。いやー、で、例えばイベントとか行くじゃないですか。はい、まあね、こんな武男ですけども、いやいや、もう講演会とか行くじゃないですか。そうするとやっぱり農業の講演会とかオーガニックとかになると女性ばっかなんですよね。そうするとなんか知らんけど、僕の話を聞いて感動して間違って何か畑に来たいとか言って、どうのこうのっていうのはね、よくあるパターンで、なんかすごい俺今自慢話で嫌なやつになってるかもしれないですけど、だ、まあその中のまあこう似たような一人なわけですよ。かったか聞いてください。どこが良かったんですか。でも皆さんにええとか言われるんですけど、やっぱり人間性なんですよ。こう見えて、そうですね、人間性ですよ。なるほど。じゃあ撮影終わろうかと思います。だって私も初めて会ったけど、いや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 、なんていうのか、一日も欠かさず配信しない時もありますけど、はいはい、もうそれ一回も逃さず見られるのはやっぱ人間が、いや人間、いやそうね、いや本当ですか。そうそうそう、いやもうね、あ、分かる分かる、ちょっとこれは奥さんの気持ち分かる、はい、いや、まあ、それも普段人が言うことを入れてるっていうのが、まずいな、この話の流れまずくなって。本当ですか。あ、いや、もうこんな綺麗な奥さんね、いや、もうそういうのがやっぱりいいですよ。すごい可愛い。いや、まあ俺の話はいいんですよ。あ、そうだったんですね。あ、じゃあ、まあだからか。そうそう、それでなんか、それで、うん、あれがあってね、まあ地震があって、うん、そこで、まあ、東北大震災ですね、はい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 、 3.11 で、はい、その時に自分でも野菜作ってるけれども、はい、なくなっちゃって、はいはいはい、何を俺は今やったらいいのかって、うん、なんかできないかな、はいはいはい、テレビだともすごい、わかりますよ、わかりますよ、こりゃと思ったんで、それでもう米とか集めたら、はい、米農家やってたので、はい、行ったらもう気持ちよくお米提供してくださった。え、だって塚原さんその時自分も追い込まれてるじゃないですか、俺も追い込まれたんですけど、だから気持ちいい農家ですよね。あの時東日本の農家全員追い込まれてるわけじゃないですか、風評被害で。でもそれでもやっぱりそうやってお米持って向こうも行くっていうことをされたわけですよね、いや俺ね、正直あの時は俺も本当にお客さんがね、どん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 減っていってね、これはもう離農だと思って、はい、なりましたよね。ありましたよね。全く野菜が売れなくなりましたね。うん、あ、そうですね。1ヶ月、3ヶ月、半年続きましたね。収入がゼロに近くて、もう最近キャベツ1個が夕食みたいな感じで、自分で作ったものを自分で消費するような日々でしたけど。いやー、そこを乗り越えた息子さん、本当に立派ですね。なんか行くと変わるかなって。あと、そういうのなんか思っちゃうと行動にはいはいはい、しちゃうかなって、はいはいはい、あと先考えてたんですけど。まあね、あ、そっかそっか、その中でこう、でもその時にいい出会いがあってってことですよね。それが今となって、あ、すごいな、ドラマですね、やっぱりね。でも2人ともいい目が出てよかったですね。いやいや、ありがとうございます、ねね、こう、うん、やっぱあれだ、成功するとこうやって若い嫁がもらえるっていうのは、あの、なんか一つのモデルとしてね、いいか、お前ら頑張れよと、お前ら農家頑張れよと、それぞれね、もしかしたら独身で40、50になってて苦しんでる、ね、農家さんがいたとしても、若い嫁はもらえるんだということがね、そう、モチベーションとしてはありかなっていうふうには思うんですよね。そうですか、そうか、いや、ありがとうございます。いや、そうか、そういうことだったんですか。やっぱお母さんだったんですよ。いや、そうか、お母さんが、あ、こ、それでね、いや、こ、昨日見ててね、どう言ったのかなと思って、それにはやっぱり一緒に働いてて、あ、そうですね、気持ちがいいし、うん、人間性とかね、見てるから、うん、ね、信頼するからね、うん、そう、なんか、そっかそっかそっか、なるほど。いや、このスリーショットはね、なんて言うんですかね、もうちょっと、いやいや、そこら辺の小さい国と戦っても勝てそうなぐらいの強力、何個師団を、ね、相手にしても大丈夫なのはすごいよね。いやいや、
いや、いやもうね、今回本当にね、呼んでいただいてありがとうございます。本当にね、本当に今日もう何とも言えずね、今日本当に勉強になりましてね。いやいや、そんな、ありがとうございます。はい、来年とかもですね、そうそう、まあね、なんとか1年に1回は一緒にコラボができていればなと思ってますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ヨコさん、ありがとうございました。ありがとうございました。奥さんもね、すごい可愛い。ありがとうございました。ということでね、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも。